の染め、蒙古のものなのか。民が枷をはめられておる。舌を噛みちぎったのか。血だまりだ。何に耐えておった。これは勘どこ、蒙古の儀式だろうか。侍、大鷹様が呼んでる。サランボルカンジャラン、ボルカンジャラン、バータンジャラン。あの橋で仲間を鼓舞しておる。民を苦しめおって、正体を突き止めねばな。集落の者に何をした。大鷹様の呼び声を聞いた。大鷹、己の長官。あのお方は一族を率いて対馬に来る。息の全てをその手に収めた後で。こやつら、あの息から。父、ジン、手を貸さんか。お前は死ぬのが衆生のためだ。急いで駆けつけたけど、
こりゃひどいね。病のようだが、果たして治るのかどうか。何があったの？わからん。見慣れぬ猛虎兵だった。こやつらの長は大高、対馬を攻めるつもりだ。心を蝕む病だろ。もし島中に広がったら。そうはさせん。大高を探すの？猛虎兵によると息におるとか。海賊と罪人の島だ。侍は憎まれてる。そうだ。かつて父上が治めようとしたが、あの地で会えなくも、その後残党は引き上げ、そして今何者かに乗っ取られた。俺が正さねば。坂井家は息で憎まれておる。坂井家の鎧を着るならば家紋を隠さねばな。船が待ってる。いつでも立てますぜ。坂井様、よろしいんですかい？息はお侍を嫌っとりますよ。北西の岸へ向かえ。坂井砦？あれは父が建てたもの。息で何かあれば民はあそこに逃げるはず。では大急ぎでお連れいたしましょう。例の猛虎が来てから海が荒れっぱなし。息では大風が吹いとるでしょうね。無理もないな。大高どもの企みのせいだろう。綿摘様がお怒りなのかも。ですが必ずお送りしますよ。来い影。
影。影、影、馬は無事だろうか。
ついたのか。抜け荷の隠し場所のようだ。入れ口はどこだ。よし、うまくいった。
境砦は遠くない。誰かおらぬか調べねば。そして影、見つけてみせる。船が流れ着いていないか見に行ってみるか。黄色のウグイス、どこへ行く？俺が乗った船だ。影、どこへ行ってしまった？対馬の船長だ。水死したか。また一人戦で命を落とし、またも俺は守れなかった。お主の無念必ず。影、どうした？死んだわけがない。跡があるはずだ。ここへ。この蹄は影のものだ。どこへ行ってしまった？
歩みに淀みがない。無事のようだ。空腹だったか。狼狽もせず草を這んだ。探さねばな。倒れたか、転げたか、無事であろうな。そこもと静かに聞かれますよ。大高族に狙われているんです。もし捕まったら心を壊されてしまう。落ち着け。人はおらん。奴らが来たと気づいて逃げ出したものの、危うく蛇に噛まれかけまして。だが殺したのだろう。それが不意に現れた馬が蛇を踏み潰して運よく事なきを得ただけなんです。その馬どちらへ行った。猛虎を追って丘の方へ。助かった。馬を見つけたら礼をお伝えください。足跡、猛虎だ。たじろいだ後、
馬を追った。馬の蹴りで頭を割られておる。あの音、近いぞ。今向かう。なんだ。影、よくやった。いい子だ。影、ようやく会えた。怪我はないな。死んだかと思ったが、お前を見くびっておったな。お前が見せた足で猛虎を潰す動き、忘れるでないぞ。
今ので最後。二度も命を救われました。礼は良い。馬に行ったのですが、ともあれおかげで助かりました。褒められたな。行くぞ、共に息を救おう。そこには二度と戻りたくない。赤い砦のことか。ああ、今や猛虎の巣さ、あいつら捕虜を狂わせてる。叫び声で眠れやしなかった。もう安全だ、どこかへ逃げろ。死ぬかと思った。
あの時のままだ。だが猛虎の手に落ちたか。指揮が振るっておるのか。助かった。侍ゴルゲデッドシャ、お前が太田か。対馬に送った石膏すべて切ったぞ。コトゥンハーンは死んだ。あやつの兵も敗れた。明日幾千もの武士が息に集う手はずだ。くだれ、命までは取らんぞ。苦しかったの。飲め。一息に殺せばよかろう。客を害しはしない。何を飲ませた？家電の霊薬。そう力むでない。まだ先は長い。決して潰れんぞ。とうに潰れておるではないか。さあ己の霊魂を地の底へ送ってやろう。己が先祖の裁きを受けるがよい。
きな。ユナ、来るなと言ったはず。ちゃんと聞くと思ったの？そこらの船を借りたんだ。どうした？何かされたの？大田家族の蝶に飲まされたようだ、毒を。あいつらが戻る前に薬師を探そう。たちはどこへやった？近くを探してみなよ。大高と猛虎兵はどこだ？さっき外に火をつけたんだ。あいつら調べに出た。ほら、備えは済んだの？さて、行くぞ。こっち。行くと狭すぎたが、境取りでは。さて、行くぞ。こっち。行くと狭すぎたが、境取りでは無事であった。ここのこと？父が建てた。そりゃそうだ。猛虎に抗ってる連中はいるのかね？どうであろうな、知らん。味方はいないってことか。ああ、境家への恨みも深い。助けを得るのは難しいが。お父上のおかげ。この門開けるよ。他の侍はいつ着きそう？他の侍？誰にも伝えておらん。石川先生にさえ。父親はここで死んだの？いや、谷で不意をつかれた。あんたもいたんだね。こっち。どっち？この向こうに渓谷が。そこから逃げよう。なるほどね。先に行って。父親を不意に失って、その辛さ抱えきれた時に辛く思う。
父親を不意に失ってその辛さ抱えきれた時に辛く思う。崖を降りられるね。ねえ、何が見える？なぜ手を貸さなかった？父上、見殺しにしたの？お助けしたかった。見てたんだね、殺される様を。何か妙だ。己、これも毒の。心の目は開いたか。この幻は始まりに過ぎぬ。我が助けなくては恐怖と苦痛の海に沈む。我が先導を務めよう。うちに秘めたる罪を清め生まれ変わるがよい。我が樹脂のいずれもが通ってきた道だ。そうして島を我らがものとし己の父の意志を継ごう。息の海賊を残らずなぶり殺せ。父の無念を晴らすのだ。ここは？ジン、どこにおる？父上、哀れなく父を亡くし魂がさまよっておる。我が子に全てを授けたかった。だがあやつは武士になれんか弱い。ジン、そこは危ない。こっちだ。今参ります。父の疑いを己自身が証明したのだ。武士なら父を見殺しにするはずがない。父上の亡骸を乗せて船で対馬に戻った。生き恥をさらして奴はもろく弱い。戦で死ねば堺の家は耐えてしまう。父は己を連れたくはなかった。己がおるだけで家名が汚されるからだ。嘘だ。ジン、急げ。お待ちを、父上。してやられた。全て賊どもの計略。我が兵が討たれん。父上。ジン、走れ。今少しだ。己が父を死なせた。違う。お前は死ぬのが主情のためだ。父上、生きてるか？男は近くにいる。ひとまずここから離れるぞ。
まだ青ざめてるな。しばらく休め。何者だ、答えよ。その言葉つき、ここじゃ通用しない。対馬だと思うな。幻が何を言う。太刀を抜け。切って確かめてみるか。代わりに答えよ。梅雨の森の戦はどちらが勝った。戦の前、10日以上雨が降って、大水で侍も島の者も死んだ。どちらも負けだ。俺からも聞かせてくれ。侍が息で何してんだ。大高が対馬に石膏を送り、俺はその所業を見た。奴らを止めねばならん。では毒のことも知ってるんだな。あの毒はこの身に回っておる。さりとて気は確かなのか。そんなやつ初めてだ。いかほどで毒は消える。消えねえ、おそらく。では耐えるほかない。猛虎はいつからおる。ひと月だ。俺の仲間は抗ってるが、ほとんどの奴らは殺された。俺も手助けする。大高を退けよう。侍が族を助けるって。大高を倒すためだ。名を言え。陣、槍川の手だ。しばらく考えさせてくれ、槍川の陣殿。答えもせずに立つのか。生き残りを探すのさ。あんたも正気づいておけ。話がしたかったら西の浜辺にある小屋に来な。その前に毒で潰れてなきゃいいけどな。潰れぬ。気を休めてから天蔵に会おう。大高族から息を守らねば。幾とせも父の死から目を背けてきた。またしても逃げるとあらば、幻影は膨らむ一方。己一人で父の死と向き合えるのか。知恵を貸してやるぞ。魂を常闇に沈めたくはなかろう。幻、まだ聞こえるか。逃げられはせんぞ。己は我が物。鎧といえど心の内までは守れはせん。
息の百姓、まるで下人だ。見つかった。愚民取りだ。
ぞ。今日聞いた兵が決まってる。気が狂っておるのか。